こんにちは、経営ライトの横山です。G1 もね、まだまだ続くということで、今週は、ビクトリアマイルということでね、なかなかいいメンバー揃いました。スターズオンアース、ソダシ、ソングライブね、その他ね、大勢ね、結構骨っぽい、メンバーなんで、まあ、競馬非常に楽しみですね。じゃあ早速ですね、いつものように、調教をね、ジャッジしていきたいと思います。まずは関東馬3頭ですね。スターズオンアースからすごくね、いいですね。もう初めに言っとくといいです。もう体もね、すごくもうゴムまりのようにね、張ってますしね、まあ、動きも申し分ないですね。やっぱり1回使ってね、ぐんと良くなった感じありますね。先週は杉原騎手が乗って先着、今週はね、レースでも手綱を取るルメール騎手が手綱取って先着っていうことなんですけど、もうほんとね、体の伸縮力が大きくてね、すごくそれで楽なタッチで走れてる。もうほんと楽な雰囲気でね、しかも男馬のような迫力もあって、申し分ないんじゃないですか。ちょっとね、持たれる癖なんか時折調教で見せる時もあるんですけど、今回それも一切ないですしね、すごくいい状態だと思います。ただね、改めてこの馬見て思うのは、やっぱり結構手足長くてひょろっとして、やっぱりフォーム大きいんで、やっぱり走りは 2000m 向きなんですよね。2400とかマイル向きのね、ちょっと走りではないなってところはありますね。まあ、もちろんね、桜花賞を勝ってね、マイル実績もあるんですけど、あの時とはね、もう体型も走りもだいぶ変わってきてるんで、そういう点でね、今は 2000m は欲しいなっていう感じの走りなんで、まあ、今回ひどい東京のマイル戦ということでね、まあ、直線も長いですし、十分カバーできる可能性はあるんですけど、適性はここじゃないなっていうのは正直感じますね。あとはやっぱりストライド走法の典型なんで、ババがしびるとね、結構足滑らす可能性があるんでね、その点もね、ちょっと天候がね、今週はまあ 40%、50% の今予報なんですけど、そこら辺も気になりますね。状態は完璧だと思います。続いてソングライン、いや、こちらも本当にいいですね。すごくもう入念にね、合わせ馬重ねてきて、本当にいい感じで仕上がりました。ここ3周は戸崎騎手が乗って3頭合わせの真ん中から行く形なんですけど、すごい折り合い面もスムーズですし、しっかり我慢できてますし、で、まあ闘志をね、引き出すとか集中力を高めるっていう、まあ、意図があったと思うんですけど、そういう点もうまく引き出せて、まあ、3周連続の先着、まあ、先週も今週もね、ラスト1ハロン11秒3なんですけど、先週より明らかにね、もうタッチ軽いですしね、反応いいですね。同じ数字でも全然もう雰囲気変わってきてるんで、もうどん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 いい方に向いてるな。去年の、まあ、ビクトリアマイルか、ビクトリアマイル、それで安田記念って使ったわけですけど、その当時もいい出来でしたけど、まあ遜色ない出来にあるな。まあこの馬に関しては、まあ、ピッチ走法とストライド走法のちょうど中間のいい塩梅の走りなんでね、結構地面を点で捉えていく走法なんで、多少ね、馬場が渋っても全く問題ないと思うんで、まあ、今回はきっちり巻き返してくるなっていう感じてます。続いてクリノプレミアム、ちょっと発汗してましたね。すごいね、動きはキビキビ感あって、すごい元気だとは思うんですけど、発汗しててね、少しなんか足も滑らすようなシーンもね、あったんで、まあ、ぐんと上がった感じはないですよね。まあ、今年は3走目かな、まあ、去年の秋も使ってますんで、コンスタントに、まあ、平行線で来てるかなっていう感じだと思います。続いて関西馬、まずは注目はやっぱりソダシですよね。ちょっとね、まあ、調整自体は入念なんですけど、ちょっとね、違和感ありますね。先週は、合わせ馬だったのかな、7ハロンから結構ブンブン飛ばす感じでね、最後ビッチリ追われましたけど、まあ、ちょっとわずかに遅れるんですよね、目いっぱい追ってね。なかなかね、この馬がガチンコで追って遅れるっていう、ね、劣勢になるってシーンあんまり記憶にないんで、ちょっとそこら辺でもね、違和感あったんですけど、もちろんね、あの合わせた相手、まあ、同じ日に使うんですけど、セイリューステークスに使う、ユティタムという馬なんですけど、この馬もすごいね、
大物感ある馬なんで、そういうようなね、調教ごく動かないはあるけど、どうもなんか育ちらしくなかったなっていうことで今週だったわけなんですけど、ちょっとね、体がね、外に流れる感じで、で、カンポも去年のビクトリアマイルと比べるとね、なんかね、つかめてないっていうんですか、なんか膝の上がり具合がちょっと鈍くて、前のね、力強さがね、去年のいい時のが良かったなっていうのがあるんで、そういう点もね、先週今週踏まえるとやっぱりもう1段2段上がありそうな雰囲気があるんですよね。だから今回に関しては僕はちょっと辛口で80点ぐらいだと思います。まあ、この後ね、安先に使うとか使わないとか分かりませんけど、もう一回ね、使った方が良くなるんじゃないかなっていうのが育ちの感想です。続いてナミュール、ちょっとね、右側に傾いて走るような癖あるんですけど、先週はね、その兆候が強く見られたんですけど、今週はね、だいぶ収まってましたね。すごくね、もたれ具合もね、マシになってね、いいリズムで走れてね、もうすごい躍動感もあったんで、ぐん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 ね、レースに向かって良くなってる感じだと思います。続いてね、ナムラクレア、いや、この馬、本当、調教動きますけど、本当、相変わらずいいですね。すごくね、なんか、滑らかでね、体の使い方がすごく柔らかいんですよね。で、短距離馬っぽいね、そのガツンと行きたがるところもないですし、今週、本当にいいバランスで走って、ラスト1ワロンが 11.7。前回のね、高松の宮記念、目いっぱい走って、いい雰囲気でしたけど、もう全然落ちてない感じしますね。はい、好調キープだと思います。続いて他の馬も見ていきましょうか。サウンドビバーチェ、阪神牝馬勝ったわけなんですけど、先週も今週もね、下越して走ってるんですよね。先週なんかね、すごい 62.8 って5波論でね、すごい速い時計出してるんですけど、どうもなんか集中力が散漫って感じで、ちょっと前回の勝ちを鵜呑みにできないなって雰囲気です。続いてサブライムアンセム2着馬ですね、阪神牝馬の。先週も今週もかなり引っかかってコントロール苦労してましたね。そういう点でね、前回はスローペースで前行ってうまくいきましたけど、ちょっと G1 でこのメンタルだと、どうなのかなっていうね、ちょっと厳しいものがあると思います。続いてスタニングローズ、去年の秋華賞勝った馬なんですけど、なんかね、走りが軽すぎるんですよね。それでいてね、連動性にも欠けて、いまいちね、地をつかめて走れてない感じがするんで、なんか去年の秋はね、もっと良くなるかなと思ったんですけど、いまいちなんか、上がり目がなかったなっていうのが今この馬に感じてます。続いてですね、ロータスランド、これはね、すごくね、僕個人はね、よく見せましたね。ちょっとね、ピッチ気味の走りでね、だいぶ短距離に寄ってきてはいるんですけど、すごくテンポ良くてね、本当力強さみたいな感じがあったんで、状態良くなってますね。去年もね、マイル戦使っていくらも負けてないんで、道悪も得意ですし、チャンスはあるかなと思っています。そんなところでね、他ちょっと触れてない馬もいるんで、そこら辺を察してください。まとめますと、関東馬、スターオンズライズ、スターオンズアイアース、そのぐらいのもすごく状態はいいと思います。ただスターオンズアースに関してはマイルがどうなのかって、双方からね、それと道悪がどうなのか、仮に道悪になった時、この点に若干不安があるんで、そんぐらいかな、関東馬でおすすめは。関西馬ではですね、ナミュール良くなってきましたね。ナムラクレアもいいと思います。ロータスランド、これもね、すごくいいと思うんですけど、ソダシに関してはね、まだね、干潮ではないなっていうのを僕感じてます。そのところでね、非常にね、ちょっと三強ムードではあるんですけど、他の方も十分ワンチャンあると思うんでね、週末見守りたいと思います。そんなところです。ありがとうございました。